はい、皆さんこんにちはでございます。ということで今日はですね、違うモードを遊んでいこうかなと。前はエメラルドハントをプレイしたと思うんですが、今回は 1対1のモード、どうやってモード変えるんだこれ。あ、できましたね。バトルロワイヤルをやっていきましょう。まあ、ソロとデュオがあるみたいなんですが、今回は、まあ、友達がもういないのでぼっちなのでソロで遊んでいきたいなと思います。でルールなんですが、まずどんどんこのステージが狭くなっていくので、まあ、バトルロワイヤルみたいなところですよね。はい、狭くなっていってどんどん最後に1人生き残ればいいよっていう。でパワーキューブというものを集めると HP と攻撃力が上がることができるっていうのは、いかにそのパワーキューブを手に入れて勝っていくかっていうところなんでしょう。で私の戦略としてはまだちょっとリリースされたばっかりなので、あんまりこう動きに上手い人がいないんじゃないかなと見込んでですね、芋っていこうかな芋、これがパワーキューブってやつなんだと思うんですが、近距離でも結構、はい、これですね。このパワーキューブっていうのをどんどん集めていくんですが、ちょっと敵がやっぱいますね。なんでちょっと隠れて、あ、いますね、いますね、いますね。うわー、戦いたくないな、バレてるかな。あ、いいですね。魚振りもいいと思うんですよ。いいですね、魚振ってアイテムを取る。そして回復をさせない。いいですね、いいですねあ、いるいる、あの右のところにいるんで、あいつを借りたいんですが、多分普通に6000ぐらい、6000だよね、6000あるから、戦いたくないんですが魚振りましょうか。待って、いるな、いるな。残り生存者4人。熱い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 、 いいね、よろ。 OK、 ナイス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 残り3人、残り3人。お、これ早くも取れ、あ、いいね、ギョフロ。オッケー、ナイス、残り2人。多分素でやったら負けるんじゃねえかな。あんまりこれ近距離戦なんで、どこに敵がいるかまず探らないといけないですよね。いや、熱いよ。でどんどんこのほら下の方に、緑の出てるんですが、これが、毒ガスになってありましたね。あいつは確か遠距離型なんで、近距離で攻めていくっていうのがありだと思う。で必殺はこっち持ってるんで、一気に畳みかけてもいいかなと思う。4800でしょ、いけるいける、5しかない5しかない。で相手の攻撃を一発外してから持っていきましょうか。さあどこにいるでしょう、行きましょう。やばい、ミスった、やつで追い込みます。お、攻撃してこない、よっしゃ、勝った。はい、ということでね、もうまさかのこれ何回か死んでクソっていうオチで終わろうかなと思ったんですが、普通に勝っちゃいましたね尺が短いんだが、3分なんだが、もう一回遊びましょうか、もう一度。はい、これデュオとかもあるんで、まあ、戦略性も高いゲームができるんじゃないかなと思うんですが、とりあえず今は芋でいいんじゃないか。まあ、これからね、どんどんいろんな、まあ、まだリリースされたばっかりなんで立ち回りとかもまあいろいろあると思うんですが、でまあね、あの、まあ、大手な YouTuber さんとか強い YouTuber さんがね、この絶対勝てる立ち回りみたいなの出して、そこからどんどん勝てなくなってくるんで、今のうちに勝っておこうかなと思いますね。いやでもめっちゃ面白いですねこれ、もうずっとやって、おい、あら、いいですね。あの敵さん借りたいんですが、まあまあまあ、ちょっとあの2人が戦ってくれたところを狙いますか。あ、待って待って待って、ちょ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 、すげえ狙ってくる。あ、いいですね。あ、待ってよ。あ、よくないよ。あ、敵ちょっと食らって、あ、待って、何それ、うわ、クソ食らうんだが。うまい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 、戦い方がうまい。けど回復する。うわ、何何それ、あ、ミスった、逃げよう逃げよう逃げよう。うまいな、うまいな、狙われてるな、狙われてる、狙われてる、回復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 。だって近距離多分弱いと思うんですよ。行きましょう、借りに行きましょう。はい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 、そう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 、はいはい、いいいい、そうそう。あ、待って待って待って、ちょっと芋取らんとって、とりあえず回復してくれ、芋る芋る芋る、いいねいいね、魚振ろう。
5人5人5人いいねいいいいいい、ま、うわうまっ何あれ今の、あれ強いな。あの人は後倒していきたいところなんです。残り3人なんですね。7なんですよあっちは。あー無理無理、めちゃめちゃ強いんだが、武器もなんか違うよね、同じシェリー使ってんのに。普通に強かったわ。はい、ということで、いつもの 3-4席とは違って、また1人でやるっていうところであって、また戦略性も高くなってくるかなと思います。はい、まあね、友達がいない私とかしたら、その3対3でやってもちょっとその連携が取れなかったりするので、1対1っていうのもいいんじゃないかなと思いますので、ラスト遊んでいきましょう。ぜひぜひね、私をねまたそのバトルロワイヤルで見つけた時には、ぜひぜひお手柔らかによろしくお願いします。ではラスト勝って終わりたいなと思うんですが、やっぱね海外の人はうまいですよね。悔しいな、どうしたら勝てるかな。あそこに隠れているのがいるので、あ、3200でしょ、いけるいける、取らないんだ。あ、多分これ取っても取る意味がまだ分かってない人がいるかもしれないから、これ HP とか上がるんだよって。うぃ、近距離、あーうまいな、一発で1000食らうんだが。で、熊五郎殺しましょう。で、取って逃げましょう。1でしょ。で、ミサイルマン強いんだよな。あれで800いく。でも、追い詰めたら勝てると思うんですが、ちょっと2人が戦って、オッケー、おいしい。おいしいおいしい。いいですね。魚売りスタイル。うわ、これ勝って終わりたいな。あれ、ミサイルマンどこ行った ?1 でしょ、2でしょ。いけるでいい。当たる、当たった、回復しましょう。身持っていいね、回復してるところを狙いましょう。うまい、うまい、うまい、めっちゃ連射してくるけど、まあまあまあ、さあどう来る、多分毒ガスで来るでしょう。やばい、あぶれ7、これワンチャンあるよ、ワンチャンある、ワンチャンある、7でしょう。で、あそこに1人いるから当たん、ね、当たる当たるけど、まあ6700あるからバレてない、バレてない。はい、おいしい、9でしょ、いた、1000くらいきましょう。はい、まあ、いかにそのパワーゲージを取るか、パワーなんでパワーゲージを取るかっていうところなんじゃないかなと思います。なんで魚振ったりとかこういう戦い方が賢い戦い方か、賢い戦い方か分かりませんが、魚振って狙っていくっていうのがいいんじゃないかなと思いますが、すげえ批判きそうな戦い方ですがいかがだったでしょうか。はい、ということで、ぜひぜひ違うモードも、まだね私が出してないモードもあるので、そちらの方も紹介できたらなと思います。ということで、今回はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が面白いなと思った方は、ぜひぜひ高評価とチャンネル登録を忘れなく。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。